こんにちは。ご視聴ありがとうございます。本日は神奈川県横須賀市、京浜急行電鉄京急久里浜駅西口にやってきました。まずは訂正となります。前回訪れた際、久里浜市と言いましたが、こちらは横須賀市久里浜。この場をお借りしまして訂正をしたいと思います。少し歩きますと JR 東日本横須賀線久里浜駅が見えてきました。だいぶ草が生い茂っていますが、こちらの場所は一体何が建設されるんでしょうか。それはさておき、周辺に位置するのは京浜急行ファインテック久里浜工場。以前から動向を注意して見ている京急1500型、最後の構成車となります。主に大肥線などで活躍していた4両編成。2023年3月14日の夕方、突然品川発京急久里浜行きの快速特急に充当された1501F、1507F。途中金沢文庫までは 1525F を連結しまして8両運行。京急久里浜に到着した残りの2編成は結果的に久里浜工場に入場しました。前回見に行った際、 1501F が内装解体中、そして4両編成中3両しか確認することができませんでした。残念ながらラストランという形になってしまいましたが、この後京急久里浜工場、約半月程度ぶりに行きまして、様子の方見ていきたいと思います。それでは本日もよろしくお願いします。仮に今回8両の解体作業が全て終了しますと、京急1500型構成車消滅となってしまいます。いろいろ調べてみたところ、国内における通勤型電車約4万両あるようなのですが、そのうちの 60% はステンレス車、アルミ車は 20%、 構成車は約10数%にとどまっているようです。そして数を減らしているようです。手元の資料が数年程度前のものなので、現在はステンレス車 70% 以上になっているかもしれません。大半の車両は旧東急車両、現 J-TREC 総合車両製作所横浜事業所の方で製造されています。しばらく歩きますと踏切に到着。この奥が久里浜工場です。列車が1本やってきますので、せっかくなので見てみたいと思います。解体作業は工場外れで行われています。正面右側、1両の車両が内装解体中。こちら以前 1501F3 両を確認することができた場所、今回1両しかありません。冬に訪れると綺麗さっぱり片付いています。こちらの場所は解体所ではありませんので、車両が廃車になると業者がやってきます。こちらの場所で解体作業が行われ終了しますと、また更地となるわけです。重機が設置され、アームの先を見ますと鉄の塊のようなものがついています。こちらはマグネット式。スクラップは主に鉄となりますので、マグネットの先がスクラップの山に行きますとガシャンと吸い付きます。そしてトラックなどに積み込まれていくわけです。手前に車両1両のみしか確認することができません。そしてシートで覆われていますので、反対側に行ってみたいと思います。隙間からどうにか確認することができます。左側04と見えますので、 1501F の4号車。別の3両はもうありませんので解体済み。さらに搬出も終了しているかと思います。内装解体は終了しているようにも見えます。こちらの場所、
重機でガシャガシャ壊していくわけではありません。おそらくガスと酸素を使いまして溶断方式。手前を見ますと1517と確認することができます。1両しか残っていない 1501F と同時に快速特急でラストラン、こちら栗浜にやってきた車両。4両の車両まだ確認することができますが、車両側面方向膜は撤去済み。残念ながら譲渡の話はなさそうです。そしてこちらの車両、以前はもう少し架線の敷かれた方に留置されていました。 1501F の作業が終盤に入ったということから手前に移動してきたようです。入れ替え作業を見ていませんのではっきりとしたことは言えませんが、正面のスイッチャーのようなもので押し込まれたんではないかなと思います。そしてこちらは電気関係の分電盤でしょうか。前面1520と確認することができます。相変わらず床下車内すべての部品取り外し禁止と張り紙がしてあります。よく見てみますと見た感じそれほど変わりはありませんが、乗務員室周辺の機器が取り外されているようにも見えます。そして反対側を見ますと前回見ることができなかった車両が留置。こちらの車両は800型でしょうか。4両が保存されるなどと聞いています。823-2、行き先方向膜の方は特急京急川崎となっています。編成組み替えが行われたのか、運転台のついた車両と中間車が連結されています。こちらの行き先方向膜は急行羽田空港と表示が出ています。おそらく建屋の方に入っていたか、昨年から見ることができなかった車両です。詳しいことは忘れてしまいましたが、こちらは2000型。800型の2両と連結しまして、本日は4両編成となっています。以前訪れた際は2000型3両、800型3両で6両となっていたような気がしますが、何かしらの動きがあったんでしょうか。中間車の800型、連結部分にはコンパネ、ベニヤ板のようなもので養生されています。特に動きがないので公園で休憩中。しかし遠くの方から重機が動き出したような音がします。行ってみたいと思います。最終解体作業に向けた現場の片付けが行われていたようです。そして映像では少し見づらいかもしれませんが、ガスと酸素が準備され車体を溶断していくようです。この後移動しなければなりませんので、ずっとこの場にいるわけにはいきません。最後に 1501F、1504を見ることができてよかったと思います。この先もいろんな列車、いろんな車両見ていきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。最後にもう一度1504を見ながらこの辺で失礼したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。